どうも、皆さんこんにちは。チャクマセスです。本日はですね、先日ね、こちらの動画見ていただけましたでしょうかね。デルタ航空がですね、東京、羽田からですね、ホノル路線ね、10月の28日よりですね、とうとうね、開始になりますということで、今回の動画ではですね、バージンアトランティック航空のこの予定ですね、実際の発見方法ですね、解説やっていきたいなと思います。ということで、早速ね、内容に入っていきたいなと思うんですけども、まずですね、 今回、バージンアトランティック航空のポイントで、私ね、東京、羽田からですね、ホノ路線ね、まあ押さえさせていただいたわけなんですけども、まあちょっとね、この路線自体は実際行けるかどうかわからないです。発見はね、ちょっとしたんですけども、ちょっと家庭の需要で、ね、行けるかどうかわかんないんですけども、一応ね、発見だけはね、させていただきました。で、今回ですね、アメックスのポイント、アメックスリワードポイントをですね、このバージンアトランティック航空のポイントにえ交換させてね、利用させていただきます。ですので、 このアメックスのね、リワードポイントを交換したことないこと、ない方ね、中にはいらっしゃるかな、なんていうふうに思いますし、このね、アメックスのね、サイトもね、ちょっと一癖ありますので、こちらからね、今回ね、ちょっと紹介していきたいなと思います。ちょっとね、ここら辺にね、画像を出しておきますね。実際ね、あの、コインと交換からですね、やっていきたいなと。 思います。ではね、早速やっていきましょう。こちら、アメリカンエクスプレスのマイページでね、ログイン画面になるわけなんですけども、まずね、アメックスのリワードポイント交換するときは、クロームでね、開くようにしてください。これね、ちょっと相性がサファリと悪いのか何なのかちょっとわかんないんですけども、これね、サファリでやるとずっとぐるぐるしちゃってね、先進めないとかね、ありますので、もしね、ネットでやりたい方はクローム。もしね、これすらもうめんどくさいっていう方はですね、 アメックスゴールドのビジネスカードなんですけども、あの、カードの裏目にね、アメックスのデスクありますよね。9時から5時までになってしまうと思うんですけども、まあ、アメプラの場合はね、24時間できると思うんですけど、コンシェルジュで。あの、電話してもね、やっていただけますんで、ここはね、お好みによってね、あの、利用していただければなと思うんですけども、一応ね、あの、ネットでやる場合は、Chrome 推奨っていった形になります。ではね、ログインしていきましょう。 でね、ログインしていただくと、こういった画面になります。で、こちらね、今、アメックス、えー、ビジネスゴールドがね、選択されている状態っていう風になっておりますので、まあ、ここのポイントをクリックしていただいて、ポイントの確認とアイテムの交換、ポイントの移行、ポイントの移行でいいですかね。そうするとですね、このメンバーシップリワード、この画面が出ればですね、ちゃんとね、ログインして中に入れるんですけども、サファリだとね、これがなかなか表示されなくて、ストレスばっかり溜まりますんでね、はい、Chrome でやった方がいいと思います。 私もね、久しぶりに交換したんですけども、エアラインのポイントに、あの、今回、バージンアントランティックの航空のポイントに変えたんですけども、非常にストレスがね <laughs>、たまりますんでね。で、下の方行っていただいて、エアラインをクリックしていただきます。そうすると、ポイント移行パートナーっていう風に出てきますので、えー、こちらの下の方に行っていただいて、これですね。バージンアトランティック航空ですね。で、ポイントを移行する。で、その前に必ずご確認くださいということで、ポイントの交換レートは1250ポイントが、 バージンアトランティック航空の1000ポイント、まあ、1000マイルですね。一応、あの、バージンアトランティックってね、まあ、あの、マイルっていう表記じゃなくて、ポイントっていう名称なんですよね。まあ、実際はマイルなんですけども、まあ、こういった感じで80%の交換レートになります。で、こちらだけね、覚えておいていただきたいなと思うのと、あとね、バージンアトランティック航空自体のですね、会員登録は事前に済ませておいてください。で、ポイント移行するをクリックしていただきます。そしたらね、ポイント移行画面になりますんで、えそしたら、 えー、バージンアトランティックオーグフライングクラブということで、えー、ポイントの移行先とかですね、ポイント数等々ね、入れていただいて、あとね、カード番号の認証が入りますんで、まあ、カードをね、用意して利用していただければなぁと思います。まあ、交換自体はね、こういった形になっておりまして、まあ、そこまでね、難しくないとは思うんですけども、まあ、どちらかというとね、このアメックスのね、サイト自体がね、結構、あのー、 相性があるのかちょっとわかんないですけども、スマホもね、できないです。できないっていうか、まあ、スマホもぐるぐるしちゃうんでね、はい、お勧めしておりますね。基本的に PC、タブレットだったらできるのかなちょっと私タブレット持ってないんでね、タブレットはちょっと試してないんですけども、まあ、基本的には PC の Chrome でやるのがね、お勧めていたがちになります。タブレットでもね、Chrome とかだったら、まあ、スムーズにできるかもしれないですね。で、こういった形になります。 それではね、ポイント交換の申請が済みましたということで、一応ね、目安にはなるわけなんですけども、えどれぐらいでね、ポイント交換が完了するのかっていう話ですよね。で、私がね、 バージンアントランティック航空のポイントにね、交換いたしましたのが、7月の12日の15時17分にね、こちら移行の申し込みのメールが来ております。ですけども、実際に、えー、と申し込んだのはですね、この前日の夜中だったと思いますので、7月の11日の深夜だったと思いますね。はい。で、えー、申請させていただきました。で、基本的にはですね、私初めてバージンアントランティック航空のポイントに交換したんですけども、初めてね、アメックスのポイントから、あの、マリに交換する場合って、大体2週間 ぐらい初回はねその後は早いみたいなんですけども一応2週間の目処を見てくださいっていうふうに確か公式サイトに記載されておりましたのでこの点は注意してくださいで実際ね移行申請して移行完了した日なんですけどもメンバーシップリワードポイント移行申し込み完了ということで移行完了メールが来たのが2023年の7月の13日ということで えー、約ですね、えー、まあ、かかったと言っても、丸2日間ぐらいでね、ポイント移行が完了いたしました。まあ、こちらに関してはですね、あくまで目安、私の場合は初めて移行しましたけども、2週間もかからずで,ですね、2、3、2日間ぐらいか、2日間ぐらいでね、えー、ポイント交換完了したっていうふうになりますんで、一応目安としては、えー、こういった感じでね、えー、なりました。まあ、これはね、人によって、あとね、タイミングと、多分交換するね、方によっても変わると思いますので、まあ、みんなが みんながね2、3日で交換できるとは思わないよねしていただければなと思います特に初回はね私前もなんかの前に変えた時は結構時間かかった覚えがねありますのでまあこの点はね注意してくださいですけどもまあ2回目以降はですねこのアメックスのポイントに行こうってめちゃくちゃ早いので1回当日とかもね確かええねとかであった気がしますのでまあ、この点はねまあ覚えといていただきたいなと思います今回に限っては、えー、2日間でねポイント交換完了いたしました それではですね、先ほどね、実際に発見いたしまして、その時のね、スクリーンショットを見ながらね、お話しさせていただきたいなと思うんですけども、バージアントランティック航空のね、えー、ホームページはこういった形になります。ちょっと私はね、もう羽田ホノルルで日付で人数ですね、入っておりますけども、まずですね、こちらね、出発地と、えー、到着地選んでいただく必要がございます。で、実際ね、ちょっと見ていきたいなと思うんですけども、まずね、この、 画面ですね。出発地、羽田、HND ね、入れていただくわけなんですけども、HND って入れて、東京、羽田がすぐね、あの、リストとして出てくれば、OK なんですけども、こちらね、出てこなかったりもいたしますので、そういう場合はね、この下のね、フルエアポートリストっていうのをね、クリックしてください。そうするとね、あの、空港がね、ババッと出てきますんで、そこでね、選択していきましょう。 ホノルに関しても、こちら H&L n でね、出てこなかったです。これも、フルエアポートリストから、アメリカからハワイをね、選択していただいて、 あの、H&L n、L、クリックしていただくと選択することができます。ここね、ちょっとつまずくかもしれないですね。私もね、こ空港コード入れても出てこないじゃん、みたいな感じで、あの、検索すらできないみたいな感じで陥りましたんでね。はい、この点は覚えておいてください。で、まあ、このワンウェイとかね、ラウンドトリップは、まあ、人によってね、あの、変わると思いますんで、こちらは、私はワンウェイで検索してますけどね。で、適当に日付を入れていただいて、あと、人数ですね。 で、あとワンパッセンジャーということで入れて検索をクリックいたします。 で、ちょっとね、前回の動画出させていただいたときに、このデルタ航空のね、空室の取りか、取りやすさみたいなのが、まあ昔はね、結構取りづらかったっていうね、お話をいただいたんですけども、こちらね、あの結構前のお話ですかっていうね、あの事前のお話をいただいてたんですけども、まあツイッター等々でね、聞いた感じだとね、最近はね、かなり取りやすいっていう話をね、聞いておりますので、まあその制限みたいなね、特にあの、取りづらいみたいなのは、まあないのではないのかなと思います。 ではね次行きましょうで検索がね、えー、済むとこういった感じでね出てきますはい2 2500マイルプラス、えー、6400円こっちら日本円ですねはいでえー 詳細を見ると、羽田東京・羽田からホノルですね。DL180 便ですね。で、日付はちょっと適当に入れております。で、東京・羽田ターミナルさんから約7時間のフライトで、同日の朝9時にね、到着ですね。で、機材がボーイング767-300で、メインキャビンで22,250ポイントプラス、6,400円でね、発見することができます。 ちょっとね、大事なことを言い忘れたんですけども、このね、バージンアトランティック航空のサイトもですね、あのサファリで開かないでください。で、アプリでも発見することができなかったです。こちらもね、なんか相性が良くないのか、サファリでね、発見画面までいけませんでしたし、またね、アプリも発見画面まで行かないでエラーが出てきてしまいましたんで、まあ、基本的には Google Chrome で、えー、発見するようにしてください。では次に行きましょう。 で、how you are flight ということで、こちらにフライト情報が載っております。で、座席についてなんですけども、私ね、選択できないんじゃないかと思ってたんですよね。まあ、これ、バージンアトランティック航空のマイルでえ引くとってるのは、ね、デルタの飛行機なんで、これできないんじゃないかな、なんていうふうに思ってたらですね、座席もね、ちゃんとね、設定することができます。で、このね、一番上のところがデルタ1ですね。これが、 デルタのビジネスクラスですね。その下の方にね、エコノミークラスがあって、こちらね、どうでも選ぶことができます。驚いたことにですね、このね、33番と34番、これね、非常口座席なんですよね。これね、デルタの方でちょっと、あの、シートマップね、見させていただいたんですけども、ここね、座席が広いね、非常口座席なんですけども、ここね、取ることできるんですよ。これね、かなりびっくりしたんですけども、 これね、後でね、最終画面までこれ行けましたんで、まあおそらくね、この非常口座席も発見することができるっていうふうになりますんで、これはね、もしこれからね、バージンアトランティック航空のポイントで、デルタのこの飛行機ね、撮られる方は、ここね、もう数席ね、埋まっておりますけども、ぜひね、こちら、えー、狙っていただくのはね、いいのではないのかなと思います。私が調べた感じだとね、この33番と34番は、足元広い非常口座席になっておりましたんで、まあもちろんお子様はね、利用する こここととでで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 ききなないいいいわけなんですけんすすすすどもも取ることできそうですのでこの点はねいいですよねエコノミーでもねねよ足元広いですから、ね、私もね、ちょっと一人だったらね、ここ選択したかったんですけども、ちょっとね、一人で行くか、子供を連れて行かなきゃいけないか、ちょっとねえ、決まってないのと、そもそも行けるかどうかもちょっと決まってないんでね、今回はあの違うところを選択させていただきましたけども、非常口県もね、あの、選択できそうですん、ね、で、ぜひ覚えておいてください。 それではね、私は、えー、こちらね、後ろの方の、まあ、お手洗いが近いところはね、結構好みなんで、えー、今回は、っと53番の F かな。はい、通路側で選択させていただきました。ま、あこのね、ボーイング 767-300ER なんですけども、これね、232の配列なんで、私みたいにね、子供と2人みたいな時はね、この2人座席があるっていうのはいいですよね。はい、ちょっと飛行機自体はね、ちっちゃいんですけども、これはちょっとね、いいポイントでしたね。 で、53のね、F だったかな。はい、選んで、次のページに行きます。で、次の画面に行くと、えー、こんな感じで、えー、先ほどの画面で、ね、一旦戻って、座席がね、えー、選択されております。そうすると、えー、NEXT Review&Pay ということで、支払い画面に行きます。で、このね、次の画面に行くとですね、レビュー &Pay ということで、まあ、こちらね、チェックしていただいて、あとお名前等々ね、確認していただいて、座席もね、確認しといてください。で、PayPal がね、こういった形で出てるんですけども、 ペイパルはね、どうやって使うのかちょっとわかんなくて、まあ、もしわかる方がいたら教えてほしいんですけども、下の方に行くとね、カード番号を入れる画面があるんですけども、ペイパルが出てこなくて、まあ、ちょっとペイパルで払れたらペイパルにしちゃおうかなとか思ってたんですけども、まあ、ちょっとね、使えなかったんで私はカード決済いたしました。こちらにカード番号を入れていただいて、決済していく形になります。ではね、必要事項を入れていきたいと思います。で、最後にですね、同意ね、チェック入れていただいて、コンプリートパーシェイズをクリックいたします。 はい。ということで、次の画面でね、発見完了ということで、インターネット上でね、発見まで、えー、できるっていう風になりますんで、まあ、これでね、えー、OK ですね。あとはね、まあ、あの、メール等々はね、あの、予約しても飛んでこなかったんで、ここはね、あの、注意してください。メールであるとですね、書いてあるんですけども、私がね、今ね、もう、あの、航空券購入して、もう結構経ってるんですけども、来ましたね。はい今来ました。はい。 ですので、ちょっとタイムラグがあるみたいなんで、この点は注意してください。これちょっとびっくりだな。はい。で、あとね、この右の方にね、シェア、アイニテラリーあの、旅行に行って、あの、シェアするっていうボタンがあると思うんですけども、まあ、ここでね、あの、他のサブメールアドレスとかね、そういうのにも、ま、送っておきましょう。あとね、スクリーンショットとかも撮っといた方が、ま、いいかもしれないですね。まあ、一応メールはね、来たんですけども、私はね、このシェア、 え、アイニテラリーっていう、このボタンを入れて、あの、サブアドレスにね、二つぐらい送りましたんで、まあ、それで来たのか、ちゃんと普通に来たのか、ちょっとわかんないんで、まあ、ひとまずね、スクリーンショット等々のね、あれは取っておきましょう。やはりね、この、バージンアントランティックコークっていうのは、日本にね、就航してないので、デスクにね、聞かなきゃいけなくなるってなると、これ全部電話になって、英語なんですよね。ですので、できるだけね、ネット上で完結させたいと思いますんでね、できるだけね、あの、予防策はね、取っといた方が、ま、あ いいんじゃないかななんていう風に思いますんでこちらはねおすすめですで今回ですねえ羽田からホノルル路線ですね22,500ポイントでサーチャージなしで諸、えー、費用だけ6,400円がまあ、取られて発見することができたって言った形になりますということで今回ですねバージンアトランティック航空のねポイントを使って デルタ航空の羽田ホルノ路線をですね、実際にね、発見してみました。まあ、こういった感じでね、まあ、今回見た通りでやっていただければ、まあ、誰でもできるのではないのかな、なんていうふうに思うんですけども、注意点としては、Chrome でね、ネットで、えー、予約することがね、おすすめっていた形になります、えー。基本的にアプリとかサファリのね、あの、ウェブブラウザーはね、私はね、ちょっと動きませんでしたので、この点はね、注意してください。まあ、あの、入力してってね、まあ、エラーが起きるっていうのは、まあ、サファリだと だったらねちょっと起きたんですけども、クロームであったらね、特にそういったこともね、起きずにシートもね、ちゃんと選べて、しかもね、片道22,500マイルでね、羽田ホノル路線ね、発見することができたっていう風になりますんで、これはね、めちゃくちゃいいですよね。 ぜひね、えー、今回ね、私はアメックスのリワードポイントから交換しますけどししましたけども、アメックスのリワードポイント、またね、マリオットアメックスのマリオットポイントからもね、このバージンアトランティック航空のポイント、マイルですね、交換することができるっていうふうになりますんで、こちらお好みにはなりますけどもね、ぜひ、 ポイントある方はですね、羽田ホノル路線でね、10月の28日から1日1往復でね、デルタ飛ばすっていう風になりますんで、ぜひね、利用してください。で、またですね、ちょっと前にですね、私の動画で、ITA Airways のステータスマッチされた方いらっしゃいませんかね。私はですね、有効期限が2024年の1月までになってるんですよね、この ITA Airways で撮った え、スカイチームの上級会員の資格。ですので、私ね、今ね、エリートプラスなんですよね。ですので、羽田のデルタのラウンジね、今、スカイチームの飛行機に乗れば、利用することができるっていう風になるわけなんですけども、私の視聴者の方はですね、同じような方多分いらっしゃると思いますので、あの、i t a w ウェイズのね、ステータスマッチでステータス取られた方は、ステータスもね、ぜひチェックしといていただければなぁと思います。まあ、2024年の1月なんで、 来年の1月までしかね、私も使うことができないんですけども、まあ、もしね、持ってる方はですね、こちら利用することができるっていうふうになりますんで、こちらね、いいですよね。はい。ぜひね、こちらの有効期限もですね、合わせてチェックね、していただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、僕、Twitter もやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ